金プリ脱退組、岸優太と平野氏洋人宮寺ユ太で名案が分かれる可能性もあもご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 キングプリンスへのキシユータが22日に個人ブログを更新し、同日にグループを脱退することを改めて報告するとともに、9月30日にジャニーズ事務所を退除すると発表した。キングプリンス派、22日をもって平野市要、神宮寺ユータ、キシユータの3人がグループを脱退し、23日以降は長瀬角と高橋山の2人体制となる。 脱退と同時に平野と神宮寺はジャニーズを退場し、主演映画の公開を控える騎士は秋に退場とされていたが、今回の発表で具体的な退場日が明らかになった。騎士は個人ブロックでグループ脱退を報告するとともに、これからもキングプリンス王を続きますので引き続き皆さん応援よろしくお願いします。 と、流せ高橋への気遣いを見せ僕は引き続き9月30日までジャニーズ事務所に所属させていただきますマックス。それまで自分のできることを全力でやり遂げるので皆さん見ていてください。などと思いを綴った。これに対して、ツイッター上では、岸くんのブログ、いつも通り明るいんだけど、それが余計に切ない文章の語尾に、章、がめっちゃ多くて、どんな時もティアラ、 金プリファンの通称を笑顔にさせようとしてくれてるのがわかる。最後の日まで大好きないつもの騎士くんだった、といったファンの複雑な声が殺到。トレンドワードに騎士くんのブログ、騎士くんの退場日が入るなど反響を呼んだ。 そんな中、キングプリンスへの公式 YouTube チャンネルの総再生回数が10億回を突破したことが同日午後に発表され、ファンが取り組んでいた10億総再生回数チャレンジ、運動が5人体制最後の日に実を結んだ。岩井 KP 公式チャンネル10億回、キンプリ5人にありがとう。 など関連ワードが続々とトレンド入りし、グループの人気とファンの熱量の高さが改めて浮き彫りになっている。こうした熱狂の中、ファンにとって気になるのは5人の今後だ。グループに残った長瀬と高橋については俳優業を中心に今後も変わらず活動していくと見られます。ただ、2人体制になった金プリの今後は不透明で、当初は、 二人で新曲をリリースする計画があると報じられましたが、三人脱退後も継続すると伝えられていた日本テレビ系の冠番組、キングプリンスルは20日に終了しましたしどうなるかはわからない。一部では、ジャニーズ JR からメンバーを新加入させるといった報道もありましたが、それを目にしたファンからは悲鳴が上がり、 拒絶反応があまりに強いことから現実的ではないとの見方が大勢を占めています。ジャニーズに詳しい芸能記者。脱退組に関しては、騎士がレギュラーを務めるフジテレビ系 VS 魂について同局はグループ脱退後も出演継続と明言。日本テレビ系のザ・鉄腕・ダッシュについても、 番組公式ツイッターが脱退後の28日放送分の予告に国分大地、岸優太と出演者のハッシュタグを添えており、こちらも変わらず出演すると見られる。岸は鉄腕、ダッシュの米作り企画に参加しているので、9月30日退場って米の収穫間に合うかな と不安がるファンもいるが少なくとも退場する9月30日までキシーのメディア露出は保たれそうだ。だが、平野と神宮寺については今のところ謎に包まれている。最もファンが気がかりなのが脱退と同時に退場する平野と神宮寺の今後です。12日付のニュースポストセブン小学館では、 平野が周囲にノープランと言い続けていると報じられており、確かに神宮寺を含めて具体的な遺跡の話や個人事務所を立ち上げた形跡などは確認されていません。ジャニーズ事務所がジャニー北川氏の性加害問題で大揺れになっているので、各テレビ局などの忖度が弱まる可能性があり。 平野や神宮寺は退場後も大手メディアに出演できるのではと期待されていますが、現状では完全に謎であるため心配の声が集まっています。前で、キングプリンスルの最終回となった2時間スペシャルでは新公役の劇団一人がまた違った状況で仕事できる日を楽しみにしてます。頑張ってくださいとメンバーたちにエールを送った。 その言葉通りに平野や神宮寺は退場後もかつての共演者たちと一緒に仕事ができるのか、二人体制になったキングプリンスや9月末での退場が決まった騎士はどうなっていくのか。ファンは期待と不安の入り混じった思いで今後も5人を見守ることになりそうだ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。